おはようございます。本日は9月の28日だと思いますが、ここは北陸石川県金沢市金沢城公園です。おはようございますって言ったけどね、多分もう午後1時ぐらいになってると思うんですよね。それでもおはようございますっていうのはちょっとおかしいんですが、さっき起きたばっかりですから、その分今日の夜もね遅くまで活動するのかなというふうにちょっと予想しているところでもあります。懐かしいですね。前にね金沢城へ来た時はの2017年の6月ぐらいでしたけど、あの時私はもう本当に貧乏を極めておりまして、どこにもお金なんか存在しませんでしたからね。1日2000円ぐらいでね宿泊費も込みで生活していたような時期でして、本当にどれだけなかったのかっていうとね、確か朝金沢駅で饅頭みたいなのを買って、これが今日1日唯一の食事ですとか言って饅頭1個でね1日生活してる、そんな時でしたよ。人間変われば変わるもんだなと思いますけど、今でもね当時の金銭感覚だけはちゃんとこう持ってるわけでして、朝もね1300円ぐらいするような朝ってかお昼ご飯か食べましたけど、なんかこうしみじみするなと思いながらこうレストランで食べてたもんでした。でその時とでもね持ってる知識は大差ないわけですね。特に成長も見られておりませんけれど、でもその当時の動画今ねネット上に出てないんで、もう一回作ってもいいかなと、もうちょっとしっかりした作りにして皆さんにご紹介しようと思います。小学生たちがね遠足できたから、ここで見慣れの YouTuber を見て何か感想を持つかもしれませんが、これからここにあります金沢城公園、石川県の名城金沢城前田家のお城、そして裏側にある前田家の庭園の兼六園と、あとは金沢がね城下町として発展した時に有名になりました茶屋街、その辺ぐらい回っておけば大体金沢といえば大丈夫だと思いますので、皆さんにご覧に入れますからよろしくお願いします。この池も懐かしいな。本当そのお金なかった時の私がねこれ見たら、ここに私をこう池に嫉妬で突き落としてたかもしれないなとか、そんなこと思いますけれど、ここにあります庭園もねその当時もまたご紹介しましたが、この遥か向こうの方にあります兼六園から水を引いてきたものでして、兼六園の中を流れているあの水と同じようなものが見えています。そこに流れているということになります。その最終的にここへやってきた水がどこへ行くのかは忘れてしまいましたが、どっかね滝みたいなのもありまして、どこかからかこう水が来てるはずなんですよね。ちょっとごめんなさい、それはね忘れちゃいましたけれど、ここにも庭園がありますが、三名園の中の一つ兼六園はこのさらに向こうにあります。ちなみにこちら側にもかつての金沢城のお堀があったはずでして、お堀の向こうには小山神社というステンドグラスで有名な神社があります。その神社の中にはなんでステンドグラスがあるのかっていうと、昔はねそんなに高い建物なかったですか、お城より高い建物をやると失礼に当たりますんで、何か緊急時にはそのステンドグラスを点灯させて、ここへ集まってこいよと広域避難場所みたいなことをやったそうです。これはつまり街中の灯台みたいな役割でもあります。金沢の町は非常に複雑にこう入り組んでおりまして、敵の防衛のためにということなんですが、そういう時でも あそこに金沢城があるんだということが分かるように、お城と神社にあそこかあそこに集まろうと、そういうような連絡が取れるように、そういうステンドグラスを設置したらしいということを昨日乗った、ね、タクシーの運転手さんが教えてくれました。ここにありますのが金沢城二の丸です。本丸天守閣とかそういったものは今は残っておりませんが、二の丸はこんな感じで、昔中学の時に来た時はねこんなに白々としてなかったような気がするんですが、姫路城みたいな感じで昔のあれに改められたそんなところでしょうかね。こんな白かったんですね。有名な加賀藩、加賀といえばその後に100万石なんていうのがつきますが、徳川家以外に、他に唯一100万石を超える、そんな石高を持っておりまして、大名の中ではもう一番の、そんな石高だったそうです。前田利家というのがね五大老の中の一つだっていうのは日本史でもしかしたら勉強した方も多いんじゃないかなと思いますが、そういうわけで前田家というのは徳川家に関ヶ原の戦いよりも後から従った大名ということですから、戸様大名、本来はそういういい待遇を受けられるような立場ではありませんでした。最近仲間になってきやがったやつみたいなね、そんな立場なわけですけれど、しかしその中では徳川家との縁戚関係にある人が多かったということで、非常に稀な好待遇を受けていたそうです。100万石というとどこまでぐらいだったのか、なんかね福井県とか今の石川県の範囲よりも随分大幅に逸脱して広い領地を持っていたと、そんなところだそうです。十分にお金もありましたので、金箔の文化などが栄えまして、現在でも皆さんご存知北陸新幹線のねグランクラスの内装なんかに金色ピカピカあんなもんがいろいろと巡らされていますけれど、あれもやはりこの加賀100万石、加賀藩のその映画、それをまた新幹線の内装に表しているというわけです。でこの向こう側に兼六園があるわけですが、ここのお城が一番高いところになっておりますので、兼六園はつまりここよりも低地にあるわけです。そしてまた先ほどの兼六園の水を引いているというところもここよりも低地にあります。こちら側、この右側ね、こっちにさっき のいた池みたいなのあるんですけど、そうするとこう水がこの高いところ一回登ってくるか、もしくはこう地下を通すということが必要になります。で
すいません、私ね、どっちやってたか分かんないんですけど、この水を兼六園からこっちへ持っていくその技術がなかなかに卓越していたはずなんですよね。さっきちょっと確認してみたんですけどね、全然調べられなくて申し訳ないんですが、こう適当だって言うかもしれないけどね、どなたかこれ詳しい方がいたらですね、コメント欄でなんかこう教えていただけると幸いなんですけど、いや申し訳ありません。ただ向こうの兼六園の水からこっち側 あのさっきのちっちゃい、回遊式の庭園というのかな、あそこのところまで水を運ぶのは、すごい何か特殊な技術を使っていたはずです。水を上に登らせるってことは普通は困難ですからね。金沢城って確か戦後もね、軍が置かれた、師団が置かれたところだったような気がしますけれど、まあ、しかしそういう時にもすでにもう天守閣なんてものは取り壊しだか燃えてしまったんだったかな、それでもうなくなっておりまして、その一番のお城の目玉、そういった建物は残っていないわけですが、でもね、それがなくてもこれだけ立派に見えるお城ってのはなかなかすごいもんだと思いますよ。やっぱ天守閣がないとどうしても昔ここにこういうのがあったんだな、思い出を巡らせますみたいなことしか言えないわけですけれど、ここはね、まあ、確かにそういう楽しみ方もありますが、十分にこれだけの建物でも立派なものです。金沢城を出てきまして、ここに自動車道っていうか、まあ、つまり道路があります。この道路結構バスなんかでね、いっぱい通るところでして、すぐ左手に兼六園がありますから、この辺りちょうど通ってますけれど、観光客が大変に多いところです。いっぱい歩いてますね、レンタサイクルで何か楽しんでるような人の姿も見えます。見ていただくと分かりますが、こちら側に石垣があり、こちら側にも石垣があります。まあ、つまり、ここの間がですね、谷のように少し削られているというわけですが、先ほど の反対側の、ね、このお城を抜けて向こう側にある最初にご覧に入れた庭園のところも似たような形なんですけれど、周りをぐるっと取り囲むお堀になっておりました。そこを現在では道路として使っているというわけです。面白いですよね。昔ここに水が讃えられていたそのところに、今ではこう車がビュンビュン通ったり、まあ、人が歩いたりしていると。広いお堀で良かったですよね。これが狭いお堀だったらね、この半分の狭さだったら交通量かなり阻害されていたと思いますよ。この点はもう昔のね、加賀藩前田家の人に感謝しなきゃいけません。このお城を作ったのはちなみに前田利家ではなくて、もっと昔のね、誰とかとか、まあ、いう人が築城したんですけど、それは私名前は知りませんが、その人の後に、城主が前田家、前田利家が初代、そういう風に変わったんだそうです。じゃあ今度左側に兼六園がありますからね、そこは入るわけですが、今とりあえず今の部分のお城は外から眺める限りではただ、そして兼六園も非常に入園料が安いということで有名です。さらに、まあ、これは私がいちいち言わなくてもね、現地の方の方がお詳しい気はするんですが、石川県民だったらばただということがかなり多いそうです。またあそこに金沢大学というふうに書いてありますが、かつて金沢大学のですね、丸の内キャンパスが金沢城内にあったんだそうです。しかも割と最近まで、さっき調べたら平成7年までここにあったということでしたから、すごい古いですよね。古いというか、いや最近まであったんですよね。なんでそう、こんなところにどうやって金沢大学がと思うんですが、まあ、しかし確かに土地がたくさんありますので、その中に大学のキャンパスを作ることはそれほど難しくはなかったのかもしれません。城内にキャンパスがあるって外国では、なんかヨーロッパでそういう大学見ましたけれど、ここは珍しいんじゃないでしょうか。かなり日本の中ではね、兼六園のよくある絵はがきとかになってるようなシーンですけれど、部分はね、残念ながら本日工事中ということでうまく見ることができなかったから、もう写真も撮らなくていいや、何も撮っておりませんが、でもだからこそいつもとは違うようなところを見ることができているような気もします。別に部分だけがね、有名な場所だけ見て帰るというわけでは、それが魅力ではありませんから。今日は何か傘をかぶった人たちがお掃除に精を出されていらっしゃいまして、掃除というか、まあ、庭園の手入れかな。これだけ広いともう毎日のようにもしかしたらやっているのかもしれませんけれど、これもこれでいい眺めだと本当に思っております。これね、確かお水もどっかからこう出てきた水をこの園内ぐるっと一周させてから、その後でさっきの庭園まで行くとか、結構川のように流れてるみたいなんですね。この中にはドジョウさんなんかさっきこういろいろ泳いでましたね。大きい魚はここにはいないようですけど、いろいろ生き物も豊かな場所だなと、大体そんなことが見て取れます。これまた有名な像です。兼六園の中にいくつか有名な銅像があったと思いますが、ここには明治記念の像と書いてありまして、これ誰なのかなと思ったら大和尊の命だそうです。神話時代の人ですけどね。大和尊っていうのは、誰だっけな、なんか天皇 の名前でもあったはずなんですが、今誰天皇か思い出せませんけれど、明治時代に多分日本は神道で行くぞということをやりましたから、まあ、その時にここに建てたそういうものかと思います。そしてまたやはり最後にご覧に入れるべきはこれだと思います。これ噴水です。
しょぼーとかね思うかもしれませんが、これ19世紀中頃というふうにね書いてありましたけれど、つまり江戸時代に作られたそんな噴水なわけです。日本最古の噴水と、そういうふうに伝わっているものでして、特に電力とかそういったもので動いているわけではないはずです。だって当時まだエレキテルとかね、なんとか平賀源内云々みたいな時代ですから、当然そんなものはなく人力で自転車がこぎこぎみたいなのやっていたんでもなくて、この上にあります大きな池、その池の部分からその落差によって水のその落ちる力を利用してどうも吹き上げているようです。兼六園のところからずいぶん歩いてきまして、まあ、つっても徒歩10分ぐらいかな、600〜700メートル、それぐらいのところです。このような綺麗な川がありますけれど、この川を渡りまして、こちら側にもうそろそろ東茶屋街という有名なまた名所があります。お茶屋さんがたくさん並んでいるようなところ、まあ、現代で言えばカフェが並んでいるそんなところでしょうか。ここがよく見るような写真でも見られるあの JR の駅にもねよく飾ってある光景です。人が多いですから、それは私もねその多い中の人間の一人ですから、そのことについて苦言を呈するというわけにはいきませんが、ちょっとやはり混雑しているなという印象があります。本日は平日でして、先日白川郷に行った時も全然人はいなかったわけですけれど、ここは随分な混雑にぎわっています。前に来た時と比べてねまた一層混んでる気がしますね。新幹線効果かな。夏休みに昔このぐらいの時間に来たことありましたけど、しかもその日は土曜日でしたけれど、こんなに混んでなかったような気がしますが、そして時間が変わりまして今もう23時51分です。ちょっと暗すぎてねほとんど見えないですが、ちょうど今向こうから車の明かりでなんとなく分かりますけどね、実際にはもうちょっと明るいはずなんですが、深夜の東茶屋街です。こちらの方が雰囲気は圧倒的にありますけれど、でも立派なカメラを持ってこないとちょっと撮影は難しいかもしれないですね。まあ、それはいいや、昨日の夜にタクシーの運転手さんが夜の時間の方がここは素晴らしいよというふうに言っていたから、ちょっと来てみたのですが、確かにそれはその通りだったかもしれません。残念ながらこのカメラでは動画にするには暗すぎまして、あまりよく皆さんにご覧に入れることはできないんですけれど、でも、まあ、一眼レフカメラとかね、写真の好きな方はうちのチャンネルの視聴者には多いと思いますから、写真が好きな方はね三脚立ててここでじっくり写真撮ったら多分すごく綺麗な写真になると思いますよ。最高に美しい写真が撮れる自信がありますんで、ぜひやりたかったら夜の東茶屋街で写真を撮ること挑戦されてみるといいかもしれません。今日はね月も綺麗ですから、こう鱗雲の月の光にも反射して写真も多分撮りやすい、そんな頃かと思います。まあ、ちょっとそこはね余談でしたけれど、まあ、大体こんなところでよろしいでしょうか。金沢の主な名所、金沢城、兼六園、そして東茶屋街、まあ、ここの3つを押さえておけばおおむね金沢は大丈夫。あと追加で行くならば近江町市場、それから金沢駅の地下のお菓子売り場、大体そんなところかと思います。皆さんのご旅行の参考にもされていただければ幸いです。ご視聴ありがとうございました。